はい、では今日最初のコーナーです。今日のテーマはですね、誰でも着れる3分で着れる、着物ということでですね、和の文化を親しむ会、会長の生田美恵子さんをお招きしております。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、和の文化を親しむ会ということでですね、今ねやはり日本というものが見直されるからがありますが、今日なんか着物で来られるんじゃなかったですか。はい、3分で着替えができますので、あとで魔法をマジックをご覧いただきます。そうですか。今は洋装ですけども、はい、これが3分で着物に着替え、洋服の上から着てしまいます。そうなんですか。はい、僕着物というとですね、一番最初に着たのが成人式の時にですね、うちは、ね、田舎が奄美大島なんで、おばあちゃんが大島紬をで作ってくれたんですね。でもそれ着るのにですね、一人じゃ着られないんですよ。帯締め方だとかこうやってうまくいかなくて、その時母親に随分手伝ってもらってですね。そうですね。最初はみんなでそのからスタートですよね。着ちゃうといいんだけども、着るまで置くでですね、やっぱり普段ね着物着ようっていう機会がなかなか起こんないですね。それがもうみんな同じように思われてるんじゃないでしょうかね。はい、それを私もたまたま思ったんですが、はい、海外に行った時にね、はい、自分の国の、ね、民族衣装着られないのと言われて、恥をかいた女性が、はい、これを何とかしようと、はい、で私と同じように着られない人がいると、でその理由はお尋ねすると、まず一人で着られない、お手入れが大変、はい、そして着崩れがする、はい、お高いわと、はい、いろいろありまして、ね、それを全部解決しましょうと。全部解決。それを解決して、10年ぐらいかかって解決しましてね、はい、3分で着れるワンピース着物と言いまして、はい、その方のサイズに合ってるんです。ですからハンガーにかかってまして、ね、実は向こうにかけてありますが、その方のがなで型か、怒り型か、はい、バストヒップコンピューターで立体裁断しまして、はい、その方にジャストフィットしています。ですからね、パッとお花に行きましょうって言ったら、うん、パッと3分できる、おせち料理を作り終わったらパッと3分できるというようなことで、はい、広めております。なるほど。今やはりですね、私も着物を着てる女性っていうのは、多分2ランクくらい上に見えますね。まあありがとうございますでもそんなことではね、逆に、ダメなんですよね、ここ日本ですからね。うん、それがもう当たり前のね。そうですね。やはりね、私の友人で、はい、やっぱ着物好きな方がいてですね、はい、男性がいつもより丁寧に扱ってくれてましたね。本当におっしゃる通りでね、道を尋ねしてもとも親切ですし、レストランに行けば一番いいお席をご案内してくださいますしね。まあそういうことはありますね、ママ。ママありまして、時々も着物歌舞伎とか言って、着物を着てくると割安になるとか、そのような工夫もされているようですね。そうですね。早稲田大学の近くでね、お着物を着ると少しお安くなるという喫茶店があったりですね、はい、和の文化っていうことで大事にしながらね、そうですね、まあそんなことは今年々増えているようですね。なるほどね。はい、そうですか。これはですね、着物を着ておしゃれを楽しむということと同時に、やはり日本の文化を伝える道具として、まあ、着物というものがあるんですね。で、私和の文化と親しむ会ということでね、はい、着物を着ますとね、はい、着物は体も包みますが心も包むんですよね。本当にともんけこう怒ろうと思ってお着物を着てますと、あらあらダメよと優しくなるんですよね。女性そんなことは分かりますよ ね、 でまず外股では歩けませんし、まあ、そんなことで立ち振る舞いが大変美しくなると。で、美しい装いに美しい言葉ということで、はい、日本の持ってる素晴らしいものが全部こう集約されてるっていうことなんですね。そうですか。まあ、そんなことでぜひね皆さんにご紹介したいと思っております。なるほど。僕も それでしたね。周りの人にたくさん紹介したい人がいます。そうですね。でもう少し優しくしてもらいたいというふうに思います。はい、そうですか。で、会としてはですね、他にどんなことを、まあ、お着物以外に どんなせっかくお作りいただいてもね、何か一人だけだと恥ずかしいわっていうような方もありますので、はい、じゃあご一緒にね、コンサートに行きませんか、はい、私自身がコンサート企画いたしましたりね、はい、お食事をねご一緒にしましょうっていうことになりましたり、あと、まあ、講習会をしましたりね、はい、きめ込み人形を自分たちで作りましょうと言ってみたりですね、和の文化と本当にお香があったり、で本当に素晴らしいものたくさんあるので、少しずつね着物を着ながら楽しみましょうというところでございます。なるほどね。そうですね、その
着て何をするかっていうことすごく重要ですね。実はその、うん、今おっしゃったようにね、実はこれを私がご紹介するのはあのポリエステルなんです、はい、で一見はあの呉服屋さんもまがうほどね、はい、あの証券に近いです。でもこれはポリエステルなんですね、うん、であのポリエステルですとあの洗濯ができます、うん、でね、一つお尋ねしたいんですが、友家に、はいはい、あなたの誕生日に奥様が和服姿で、はい、あなたおめでとうございますと言われたことが何回あるでしょうか。もう結婚して15、6年になりますが、1回もありません。はい、なんてことでしょう、ここは日本でしょうか。じゃあ、カズさんにお尋ねします。はい、お子さんが小さい時にね、はい、お誕生日にね、はい、おめでとうって言って、うんと抱きしめたことがおありでしょうか。それはあります。ああ、素晴らしい。ここに素敵な方がね。ね、はい、やっぱり、優しいお母さんに、ね、抱きしめられたら絶対に子供が親を指すなんていうことはないと思うんですよね、です。そういう意味でもね、はい、あのあらゆる普通の証券ですとこっちに来ないでちょうだいっていうことなんですけど、うん、これですとうっと抱きしめられる、うん、ですから本物はことという時にお召しになる、はい、生活のシーンに合わせて使い分けるということでね、たくさん来ていただきたいと思ってます。なるほど、はい、使い分け重要ですね。私もぜひ着てみたいです、ね、やはりあの歌舞伎が好きなので、あのいつもかそのために着物着ようかなと思うんですが、やっぱり自分でできないので、3分でできるとなったらもうしょっちゅう着ていこうかなという気になります。そうですね、はい、今あの歌舞伎座の話が出ましたけど、トモン家がね、歌舞伎座のチケットがある、ゆきさん行かないってね、これ明日だよって言われたとします、はい、でもダメなの、1週間前に行っていただかないと証券だと、うん、まずね、あの匂いを取らなきゃいけない、かぶさなきゃいけないっていう作業があるんですよ、はい、そういうのはあるね、でもこれはハンガーにかかってますから、うん、いつでもどうぞ3分後で OK なわけですね。なるほど、まあ、そんな意味でもね、ワンピース感覚なんですね。あのワンピース感覚で、ね、いつでもということです。わかりました。ではですね、今3分で本当に着替えられるのか、はい、ちょっと試しにですね、もう実況生中継で着替えを、あの私たちがあの証人になりますので、リスナーの方、そうですね、でこれからですね、あの、オアムのコーナーで、ね、今日からパーソナリティやっていただいているあのヒロナさん、こちらのシティフライトという曲をですね、これは約3分間流しますので、その間にぜひ着替えていただければというふうに思ってます。あのテラスで見ている皆さんいかがでしょうか。拍手してますね。拍手してくださって ありがとうございます。はい、ありがとうございます。3分のマジックショーでした。余りましたよね。そうですね、3分以内にしっかり収まりました。そうですね、はい、なんかいい感じですね。そうですか、なんかお見合いしてるような気分になってきました。どうぞよろしくお願いします。やはりあの着物を着ますとね、形分野が違ってまいりますよね、はい、ですから若いお嬢さんがね、あの小さい頃からその機会を増やすといいかなと思いますね、そうですね、はい、カズさんいかがですか。いや、今の着物触ってみたら、質感もあって、モダンなデザインで、はい、あのラジオを聴いてくださってる方々にもぜひお見せしたいと思うほどの素晴らしいデザインの着物なので、これでしたら皆さんどなたも着れますよね。で私今靴履いてますが、それでも OK なんですね。で、お背中をちょっと見ていただきたいんですが、はい、梅のブローチをつけてます、うん、ね、あの季節によってね、あの楽しむことができるんです、うん、で従来の着物ですと、はい、こういかないですね、うん、ピンを止めるのと証券がとんでもないということなんですが、うん、これはポリエステルでございますので、はい、あのブローチをつけたり、はい、この間はあのクリスマスの時にはね、はい、サンタクロースをつけたり、サンタクロースをつけたり、お背中につけたり、ブローチここにつけたり、なるほどね、じゃこれ外国の方なんかもあれじゃないですか、これパーティーなんか行かれると人気者になるんですか、うん、そうですね、あの海外あ留学をされている方ですね、はい、あのお嬢さんがあの トイフル、トイックでね、すごく上手と、でも日本の伝統文化何も知らなかったってね、はい、泣きながらお電話があったそうです。その時、あいつそんなの着物があったっていうことですね、ご注文いただいて、はい、であの海外に行っても自分一人で着られますし、はい、あのそんなことでね、あの海外の方も重宝いただいしてね、あのいただいてます。なるほどね、自分がおしゃれで楽しむだけではなくて、やっぱ国際交流にも、ね、ね、つながってしまうということですね。そうですね、はい、あの3分で着れるということでね、あの次の世代にどうしてもね、はい、あの子供を抱きしめる、そしてね、はい、あの季節の折節にね、楽しんでいただきたいというふうに思ってます、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。それでですね、今日は、和の文化を親しむ会の場所、本当に親しむってことがね、そうですね、身近に感じました、いうことが分かりました。はい、今日は、会長の生田美恵子会長をお招きしました。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。